出なかったら今の全てはないと思うので、本当全てなんですよね。私が起きた雨だからこそ、浜田さんもそうですし、会えてるわけなので、出てなかったらつまんなかったかなって。ありがとう。なるほど。スラマーパディフィアマラン。大助ボタックチャンネル。ワンギリ。ワンギリしたらすぐ折り返すんで。懐かしいですね、ワンギリ。はい。いやー。アンリさん、元セクシー女優やられてたじゃないですか、はい、ちょっとそちらの話もちょっと聞きたいんですけども、なんか久しぶりに聞かれる、うわ嬉しい、レアじゃんそしたら、あのアンリさんって、はい、セクシー女優になろうと思ったきっかけ詳しく聞いていいですか。一番最初は美術やってたので、どんどんこう現代アートとか見てると、ちょっと土地狂った人の方がアーティストって伸びるっていうのがだんだん分かってきたんですね。なるほど。常識的な人が作品描いても、はい、うまいねって言って時が過ぎる。なるほどなるほど。ので、はい、私結構中身結構周りに言われるんですけど、生真面目だったんです。初体験も遅かったし、うん、これじゃダメだと思って、ワオっていうことしたいなと思ったら、あ、AV いいじゃんってなって、大きかったし、はい、ちょっとおっぱいの形に自信があったんですね当時、はい、あとちょっと欲を言うと、絵と音楽アーティストの仕事がしたかったから、そしたらなんか芸術的だし AV もいいじゃんと思ってやるって、もうその時は思い切ってやったれっていう気持ちで。そうですね、でもきっかけはスカウトだったので、あの詳しく聞きたいです。スカウトどちらでスカウトされたんですか。すいません、はい、渋谷でスカウトされたんですよね。渋谷だった。どんな風に声かけられたんですか。ちゃんと売れるようにいい人紹介するからって、初めグラビアなのかなってのもあったんですよね。なんかそういう手法っぽいっすね。そうですね、いきなりで急には入れなくて、はい、いいので、はい、初めてなんかグラビアみたいな感じで声かけられて、はい、当時まだグラビアっぽい仕事しませんか、すごい多かったんです。で、これカットしてもいい話なんですけど、はい、あの、のお誘いもあったんですよ。ほうほうほう。アイドル。はい。あ、うわ、これはカットですね。あの、カットっていうか、これモザイクでいいですか、ね、あ、モザイクで、あの、いいです、いいです。これはえれえ話だ。ごめんね。これちょっとモザイク。マフィア、テマンテマン。マジっすか、これめちゃくちゃやばい情報っすね。しかなかった時代に、ができるから入らないかってなってたんです。うん、でも、最年長になる可能性があったのと、はい。声大きくて、変だったんですよ、自分の中で。あー、なるほど。私がこう、キューンってしないじゃんって思ったんです。あ、自分で自分を自己分析したときに、はい、ちょっと違うなっていうふうに、そうですね、自己分析したんですね。それじゃ売れないなと思ったんです。そこまでちゃんと考えないですね。だってなったらとりあえず売れるかもって感じで、普通だったら飛びつきたいところじゃないですか、うん、そこをちゃんと冷静に判断してという決断を下したんです。そうですね、なんかやっぱり売れなかったらいた人ってなるだけだから、うん、売れたいなと思って。なるほど。そしたら、その当時の S1 さんとかを紹介していただいたときに、はい、隠しながらサプライズみたいな感じでデビューさせるから、3ヶ月ぐらい、部分的にだかなんか発表して、はい、すごい大物がデビューするみたいな。大物デビューだぞ。大物じゃないのに。匂わしてる。いやいや、大物ですよ。当時だって何でもない人ですので。いや、僕知ってますよ。あの、デビューした時に、ドクター・ハンリさんのボディに1億円の保険金がかけられたっていう話を聞いたんですけど、はい、これどういうことですか？ちゃんと解説していただきたいです。すごいっすね。これは本当なんです。これ本当なんです。あの、キャッチコピーとかじゃなくて。書いただけじゃなくて、本当にかけたんです、はい。本当に1億円の保険金をかけたんです か, かけたんです。ちゃんと。ほら、今僕のマネージャーがびっくりして。よくあの、よく言うだけってあるじゃないですか。あのキャッチコピーみたいな感じですよね。はい、本当にかけて。なんで、あの、かけてもらうために、その、保険会社に行って審査を受けなきゃいけないんですよ。はい。で、ちゃんと1億円かける価値があるかどうか見られるって。ボディチェックをして。ボディチェックされて。うん、あ、これは1億円だってなったんですね。オッケーって言われて。1億円ってなったんですね。1億円ってなって。え、そうなんですね。かけていただいたんです。はい。ちゃんとパスポート持ってきましたからね。パスポート持って、ちゃんと、あの、紙にも書いて、はい、1億円の
保険金をかけたっていう。かけます。これがガチっていうのはすげえ話だな。結構かけられないみたいですね、実際。じゃあもう本当特別だったんですね。今は分からないですけど、当時はその、急に、例えば俺に10億円かけてって言っても、やっぱりお断りってなるみたいなんですけど。ってことはやっぱり沖田杏里さんが、特別ビューティフルで、絶対売れるって保証があったから、多分そこまでプロモーションしたと思いますよ。これ保険金もちゃんとかけて。あら、とかな、ありがとうございます。本当だと思います。すごい、マジで。で、ちょっと目のやりどころにも困るし、チラチラ見ちゃっても大丈夫ですか？あ、もちろん。見てもらうために。はい。3秒見ていいですか？はい。いいですか？ 3 秒だと。いきます。ありがとうございます。すげえ。1億円ただ。初めての撮影挑まれたじゃないですか。はい。その時どうでした？気持ち。リアルな気持ち覚えてます？今だから言えるお話あって、はい、数週間前に緊張しすぎて帯状疱疹出してて。で、その帯状疱疹ブツブツできちゃうから、はい、撮影延期しちゃうのかなと思ったら、帯状疱疹が出たエリアがおっぱいだけっていう謎の現象起こって。でも、ちょっとだけだったんで、はい、コンシーラーで直せる程度。あ、緊張されたの？緊張して、ストレスで。緊張ストレスで。でもまあ、コンシーラー塗って、まあでも、撮影に挑まれて。撮影の時にはもう治ってたんで、もうもちろん。多分もうしてなかったかな。治ったんですけど。どうでした？その撮影初日。覚えてます？相手、シミケンさんだったんですよね。うわ、すっごいっすね。一番最初が。で、男優さん見るのもシミケンさんが初めてで、シミケンさんが有名人なのかどうかも当時知らないので、で、いっぱい人、まあ、いっぱいって言っても何人かな？ 10 人ぐらいですかね。撮影中ってスタッフの方がたくさんいらっしゃって、はい、その中でそういう撮影されるんですよね。はい。緊張ですよね。緊張しましたね。人前で、この大勢の中で撮影するっていうのは本当初めてじゃないですか。そうですね。感情輸入とかもできたんですか？できてないと思います。あ、できてないですか？デビューする女の子たちってどっちかっていうとピュアめの子が多いはずなのに、もう百戦錬磨の態度で言ってくれって言われたんですよ。どういうこと？あ、言うみたいな感じで言ってくれって言われて、はいはい。ちょっと傲慢チックな。はい。やったるよ、みたいな。私があなたをやってあげる、みたいな感じでしてほしかったらしくて、はい、あ、もう外国でも全然バンバンしてたんでっていう。慣れた感じでやってほしいって言われたんですけど。そういうキャラクターで。いやいや、結構、割とその時まだ処女終わって、ちょっとぐらいだったかな。あ、そうなんですか。そんな時が経ってないぐらい。はい。なんで、慣れた感じを出すのも、はい。どうやるのかなって思って。はい。どうですか？それ積み重ねていって、やっぱり慣れるもんですか？私は、慣れた感じを、で来てくれとか、その、女っぽい感じで来てくれっていうのが、もうずっと続いたので、いつから本当に慣れたのかわからないんですよ。あ、気づいたらもう普通に、撮影ができる状態になってた。そうですね。緊張もせずに。緊張は必ず前日までもいつでもしてました。へぇー、そうなんですね。撮影前日は、よし、明日頑張るぞ。ちょっとお腹痛いみたいな。なるほど、そうなんですね。逆に、もう今となっては、そのセクシー女優やられてて、よかったなーって思うこととかあります？はい、いや、もう、出なかったら今の全てはないと思うので。本当全てなんですよね。私が起きた兄だからこそ、浜田さんもそうですし、会えてるわけなので。はい。結局デビューしなかったら守れたものもあったんでしょうけど、多くのものを失ってるとか得ることもなく見ることもなく終わった人生になるので、もう悔いはないですよ、もちろん。もちろん、むしろ出てなかったらつまんなかったかなって思います、ね。人生がつまんなかったかな。つまんなかったと思います。すっげー、今のちょっとすごいいい話だったんで、はい、全部エコーかけておきます。出なかったら今のすべてはないと思うので、本当すべてなんですよね、私。が起きた兄だからこそ浜田さんもそうですし会えてるわけなので出てなかったらつまらなかったかなってありがとうございます。なるほど。インドネシア人の女性でもやっぱりこういうセクシー女優のお仕事に憧れて、はい、なりたい大好きどうやったらなれるのって話とか結構されるんですよ。
どうですか、あのアンリさん、そのアドバイスというか、本気であればなんですけど、まず1に懸念されるのは進歩が激しすぎて、最近またなんか厳しくなったんですよね。そんな簡単に出れないんじゃないかなっていう、リアルっていうのと、はい、出るからには私の持論ですけど、本当に売れる気合で来ないと恥ずかしい過去になっちゃうから、きちんとある一定のところまでは売れるっていう気合で、稼ぐんじゃなくて売れるっていう気合で来ないと。なるほど。お金とかじゃなくて、まずは絶対に売れてやるって気持ちで挑まないと絶対に成功しない世界ですよね。はい、そうですね。あとそんなにお金にならないんじゃないですかね。はあ。今時。昔と違って、何十年も前と違って。今やっぱ昔と今で違うんですか？そういう。ごく最近のことはもう引退して6年なんで分かんないんですけど、私の引退した時からさらに20年前ぐらいって30分出るだけでも、1000万とか2000万とかもらってますよね。確か。なんも結構もらってるんですよ。VHS みたいな時代ですね。テープビデオみたいな時代の方は。飯島愛さんとか。とか、その辺の世代の方って多分ちょっと出るだけで、ものすごいもらってた。はずです。あ、じゃあもうまさにバブルの時だったんですか？そうだと思います。はい。初めて知った。その代わり、アイドル性ないから、リスクがでかいみたいな。なるほどね。そういうのもまだ、流行って間もないから、そういう目で見る人たちも多分いるだろうし。そうそう、そんな感じだったんじゃないかなって。でも今や本当、セクシー女優さんって、アイドルみたいな感じなんですか？そうですね。今すごい人気の職業って聞いてますし、はい。もう俺はめちゃめちゃ応援したいなと思ってるんで、もうぜひ、アンリさんも応援していきましょう。はい。セクシー業界を。なんかすごい、こんな楽しく喋れると思わなかった。絶対俺台本途中で見るだろうなと思ったんですよ。緊張して。楽しくお話していたのは、本当にマジでアンリさんのおかげですね。よかった。チンタ。チンタ。アクチンタ。アクチンタ。アクチンタ、アンリ。アクチンタ、アンリ。アンリ。アクチンタ大輔って言ってもらっていい？アクチンタ大輔。たまんねえな、おい。たまんねえ、本当に。なんて言ってるんですか？私は大輔を愛してますって。ありがとうございます。両思いです。今後もし、そのインドネシアでなんかお仕事があるとか、はい、インドネシア語できる日本人が必要とかなったら、はい、全然僕にお話しいただいたら、僕全力で動くんで。私じゃなくてマネージャーに蹴りますね。はい。たとえアンリさんがお願いしますって言っても多分マネージャーさんが、ってなると思うんで。お願いしたいです。ぜひ、ぜひ。ぜひね。はい、今、コロナも落ち着いてきてるんで、はい、もしなんかイベントとかあったら、はい、ご一緒させていただきたいです。気になってたんです。確か、私のちょっとしかやってない YouTube も、インドネシアが一番だった気がします。確か。すごいな、インドネシア。何でしょう。肩にお世話になってます。はい、多分、あちらの方もだいぶお世話になってます。あ、そうです。ウィンウィンですね。ウィンウィンですね。ウィンウィンだよ。最後にちょっと質問したいんですけど、はい、いろんな方面でマルチに活躍されてるアンリさんですけど、はい、将来の夢というか目標、はい、お聞きしてもいいですか？はい。今、公開してるのは NFT でアート作品を販売してるんですけど、アートで例えばグッズが出たり、もしこの先もっとアーティスト的な活動が増えていったら、世界規模で活動していきたいので、インドネシアの方を中心に応援していただけると大変嬉しいので、これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとインドネシア語でちょっと僕、はい、いいですか？お願いします。じゃあリテマンテマン、アンディ・オキタさんやミライツカランジュガスマンガッパンガ、じゃあリトロンドゥクン、アンディさんやリアイトゥオランバイバイクバンガ、アクチンタ、アンディさんや。最後なんですけど、はい、アンリさん英語をすごくリードにお話しされるじゃないですか、はいはい、インドネシアのファンの方にもう簡単に最後ちょっとメッセージいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、はい、Hello Indonesian fans, long time no see. I was expecting to see you guys in front of me right now, but I miss you so much in Japan. And someday soon, hopefully I would like to meet youThere in your country. I love you so much. Yeah. When Anri Okita, love you it. But, I love Anri Okita. really?
Really, he, sexy, sexy guy, sexy dan, sexy dynamite body. あんま面白くなかったっすね。なんか、結構おもろい感じで英語バーって言えると思ったら、その英語全然出てこなかったっすね。これ、インドネシア語が完璧なんで。すいません、こんなにお時間を使って。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回のスペシャルゲストは、沖田杏里さんでした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ダダー。アクチンタインドネシア。アクチンタインドネシア。